イエス・キリストがあっての人生でもある。それを強調してきたのはイエスの箱舟だったと、こういうことなんですけどもね。そこのところまあ根本ですから、よく覚えてもらわないと。本当にあった出来事、その主役は福岡にいる。何も悪いことはしておりませんし、逃げ隠れしての逃亡生活10年間でもなかったわけです。一つ屋根の下、食事を共にし聖書を学ぶ。宗教に引っかからないようにしてもらうと、どこだことない知ってになります。まあマスコミさんに失礼ですけど、マスコミさんはね、そういう課題にいろんな面でもうまあね、捏造されたりして。共感して寄り添うことと自分がその当事者になることは意味が違うのだろうか。